はいえー、皆さん、こんにちは、えー、今、ご紹介いただいた飯吉と申します、えー、理事法の方、まあ、あと主催者のです、ね、この高等教育研究開発センター長。 ということで、ですねご挨拶差し上げたいと思います。本日はですね、忙しい平日の午後と、これ、他に日にちにあの予定がちょっと候補がなくてですね、このベンさんに非常に今日うはお忙しい中、来ていただいていて、この日がだめということだったんで、大学関係者にとっては非常に厳しい火曜日の午後というですね、スケジュールにもかかわらず、ですね200名近い方に参加登録いただいております。でですので いまあ、あのだ少し空席ありますけれども、おそらくぎゅうぎゅうになってくるんじゃないかと思いますので、ご協力いいただければと思いますまず、あの今日ですね、本来でこの挨拶は、総長がです、ね、教育担当の理事にしていただくのが多分ベストかと思うんですけれども、なんと今日はですね総長、それから7人の理事、副学長全員がですね文部科学省に呼ばれておりまして、ですね一人も残っていないと。 まあ聞いたことがあるか指定国立大学っていうのがなんか今募集をかけていてですね。 それのヒアリングということで、規制緩和をして、国立大学にですねもっと自由にいろんなことをさせるということが趣旨なんですが、大変厳しいいろいろな条件がついて、ですねどこが規制緩和なんだかよくわからないところがあり、ですね、まあ、そんなんで、みんな息を呑みながら、ですね執行部全体がですね今、文科省でヒアリングを受けているということですので、ご容赦ください。 でまああの教育改善とかですね教育制度改革とおご存知のように日本の大学でですねまああの日本の場合はあこの文部科学省がですね温度を取ってですねいろいろなあまああめとむちを使ってですね進めていますまああの文科省もですね今回「えっと創造的に破壊」というですね刺激的なタイトルですけれども まあぜひ文科省もです、ねまあ、いろいろ今トラブっているみたいですので,です、ねえー、まあ想像的に破壊するとは言いませんけれどもぜひです、ね、革新的にです、ねえー、また教育日本の高等教育行政というのもです、ねえー、少し柔らかく考え直してもらいたいかなというところも、まあ、おそらくあの総長も理事もこんな失礼なことは言わないと思うんですけれどもおまああのせっかくなので,です、ねえー、まあそんな思いは若干あります。 ということで、えー、本日はです、ねえー、まあそのタイトル、大学教育の創造的破壊と未来ということで,です、ね、す晴らしいゲストをお迎えすることができました。このミネルバ大学というのは皆さんお聞きになったこともあると思いますけど、今、世界中に非常に注目されている、まあ、キャンパスはないけれども、ドームはちゃんともちろんあるんですけれども、ほとんどの教育はオンラインと、あと、そのドームですね、学生寮で行われるということで、なんじゃそりゃと。 いう感じでですすけれども今日そこら辺のですね実際皆さんもいろいろテレビで紹介されたりですねいろいろなもので書かれているものを読まれたりしていると思いますけれども今日じっくりとですねそのからくりというか中身それから今日はベン・ネルソンさんですね今ちょっとご紹介しましょうかあの4人のゲストの方ちょっと先に紹介させてくださいまず CEO のです、ね、ベン・ネルソンさんです。 拍手で <laughs> ファウンダー、チェアマン、CEO ですね、ミドルバースクールズ、それからパネルに参加いただくケン・ロスさん、マネージング・ディレクター、<laughs> アジア担当、それから日本大事務所代表ですね、山本秀樹さん。 それからですね、今日は産業界代表ということでですね、三、え、つ、ー、三井物産事業部ヒューマンキャピタル事業室長の金和田隆さんに来ていただいております。よろしくお願いします。あとはあの兄弟関係者ですので割愛させていただきますが、またあの後ほどパネルのところででもですね、はい。でまああの今日はあのこのようなですね、豪華ななかなかこう。 多分日本でこういうのきちっとこういう形でやったことは今までなかったと思うんですが山本さんはあちこちでいろいろミネルバの紹介さ,せあのさしていただいていると思いますけれどもあのまああのぜひです、ね、この非常に斬新で革新的なです、ね、まだ生まれてから5年もたっていない新しいこの大学がなぜ今世界中でこれだけ反響を呼んでいるのかというところにこう探りを入れていきたいと。 いうことと同時にです、ね、まあ京都大学は一種こあこの主催者ですけれどもこの恐竜のようなですね典型的なこの伝統的な大学というのはですねもちろんテクノロジーを入れてどんどん新しく自分たちを生まれ変わらせなければならないということは分かっているんですけれどもなかなか父としてですねそこら辺はうまく進んでいけない部分があります。 まあそんな我々、まあ、日本の大学の多くも座っておりますし強、まあ、いて言えばですね、まあ、トップを走るその欧米の大学もそれからアジアの振興のです、ね、トップ大学もみんな同じような悩みは抱えていると思います。 ですからまあ今日はですね、ぜひそこのところまあガチンコで、ガチンコでというのは通訳の人は困るんじゃないかと思いますけれどもえガチンコでですね、ヘッドトゥーヘッドみたいな形でですね、対談というのもちょっとやらせていただく予定になってますけれども聞きのない、それからあの皆さんあの参加されている皆さんからもですね、ご意見などあの後で休み時間にえそういう質問指標みたいのを配らせていただきますがぜひですね、これは聞きたいと。 はいあ,のあんまり長くなるとあれでもう十分長いのかもしれないですが以上をもってですねこれで開会のごあいさつてさせていただきます。4時間にわたりますが皆さんよろしくお願いいたします。